こんにちは。ストーンイーリス虹チャンネルへようこそ。パワーストーンセラピストのなつきです。皆さん、今日もご視聴いただきありがとうございます。まずは前回もお伝えしましたが、今週の土曜日、水素のことがまるっとわかる健康と美容フォーラムが神戸で行われます。この最強の水素術という本を書かれた宮川美智子教授が講師としてお話ししてくれます。Amazon で 4.6 の星を獲得されていて、レビューでも水素ってすごい、にゃんこやワンちゃんにもいいってすごいと思いました、水素を取り入れた生活をしたくなりました、水素がこんなにもいいとは驚きました、というような驚きの感想がたくさんありました。本の表紙にも書いてあるように、いろんな症状に効果があるようですが、特にワクチャンを入れてしまった方にはおすすめしたいです。そしてたくさんの人に水素の素晴らしさを知ってほしいなと思っています。私も水素の話が聞きたいという方は、ショップのお問い合わせフォームから私にご連絡ください。では本題に入りますが、今私は YouTube から2回ペナルティを食らいまして、崖っぷちの状態にあります。実はこの2週間の配信停止を食らう少し前に、また面白い出会いがありまして、ある方とご縁がつながりました。こちらの羽賀ひかるさんの神社チャンネルにも出演されている中山康直さんという方です。中山康直さんという方は、知る人ぞ知る13歳で相当不思議な臨死体験を経験された方です。そして今現在は縄文エネルギー研究所の所長さんをやってらっしゃいます。他にも大麻の研究や古代史研究もされている方で、星信仰の布教活動も行っています。そして戦後、民間で初めて大麻取扱者免許を取得された方なんですね。実はこの大麻も臨死体験が大きく影響しています。で、私はこの中山康直さんとは4月半ばにお会いしたんですが、今回中山さんとご縁をつないでくださったのは成田洋介さんという方です。そして実はこの成田洋介さんという方が、私にいろんなご縁をつないでくださった発端の方で、去年の11月11日に行われた宮崎のアースファミリーフェスに行った方がいいですよと私に言ってくれた方なんですね。でも当日成田さんが宮崎に行けなくなってしまったので、代わりにこのチャンネルでもたびたび登場する銀河のマヤの宇佐美博さんを私に紹介してくださったんです。で、そこでゼウスや果たしでおなじみの山本時臣さんともご縁がつながったということなんですね。で、そこからあれよあれよという間にどんどんご縁が広がっていき、2月に京都で行われたイベント、ペンキ画家証言さんと山本さとしさんのダブル出版記念公演で司会をさせていただくことになったというわけなんですね。まあ、そもそも去年の10月、琵琶湖で開催した小さな虹の交流会に、まあ、成田さんが参加してくださったのがことの始まりだったので、人生何がきっかけで変わるかわからないなぁとつくづく思いましたね。というわけで、4月、成田さんからお声をかけていただいたんですが、失礼ながらこの時は中山康直さんのことを全く知らなかったので、ご本人とお会いする前にどんな方なのか調べてみました。ところがですね、予想をはるかに超えたすごい方で、すっかり引き込まれてしまったんです。中山康直さんのことが一番わかりやすいのがこちらの神社チャンネル。こちら3部作となっておりますが、あまりの面白い濃い内容に大興奮してしまい、思わず交流会のメンバーやアウトドア部のメンバーに、この動画見てと LINE してしまいました。中山さんが13歳の時に体験した臨死体験のお話なんですが、これが壮大なストーリーで、もう度肝を抜く面白さで3部作一気に見てしまいました。どこを切り取っても面白いんですが、特に歴史に興味のある方にはたまらなく面白い内容だと思います。というのも、中山さんは臨死体験の際に聖徳太子や卑弥呼、織田信長、坂本龍馬に西郷隆盛などたくさんの歴史上の人物を目撃しているんですね。で、その目撃した内容が歴史を覆すとても信じがたい内容となっているんですが、実際に足を使って調べていくと、
どんどん整合性が取れて信憑性が増してきたということなんですね。つまり私たちが教わってきた歴史とは全然違うということですね。で、それがこの聖徳太子コードという本に詳しく書かれています。少し難しいところもありますが、都市伝説や歴史好きには特にたまらない本だと思います。で、中山さんが自身の臨死体験中に目撃したのは、ドレッドヘアで耳にピアスをし、北極星を意味する五芒星の刺繍のあるフードと、北斗七星の刺繍のあるマントを羽織った聖徳太子です。その風貌はまさにスターウォーズに登場するダース・ベイダーのようだったと語っておりました。こちらのお話もかなり興味深い内容となっています。とにかく臨死体験の情報が多すぎて、どこをお伝えしようか迷ったんですが、今回は聖徳太子の予言についてお話しさせていただきます。中山さんは臨死体験の際、全人類が被災するという内容の神の啓示を受けたそうです。それは地球規模の大災害に関するもので、この聖徳太子コードの中では2030年以降に人類が滅亡するという聖徳太子の終末予言も紹介されています。で、この本の第10章には予言を未然に防ぐ知恵という項目があります。ちなみに聖徳太子はまだ実現していないことをあらかじめ知っていたということで、未来を語る予言者とも言われていたようです。その予知したことを書物に書き残したとされていまして、それが未来記という書物です。ちなみに未然記という書物もあるそうです。未来記には未来に起こることが書かれていて、未然記にはその対処方法や解決方法が書かれているとのことです。なので、この2つの章を合わせ読むことで未来の出来事を未然に防ぐ仕掛けがなされていると中山さんは言っています。で、聖徳太子がどのようなことを言い当てたかという内容は、検索するとすぐにわかることなので、ご自分で調べてみてください。実は聖徳太子は今現在の予言もされているんですね。つまり新型コロちゃんの出現も予言していたんです。そして万物がすべて衰退していくと予知していることから、人類が滅亡の危機に瀕することも予言していました。人類の滅亡の前には、天不義を憎んで怪物を下すと書かれており、この怪物を読み解いていくと、まさに疫病を意味していることが分かったんですね。2020年に現れた疫病といえば新型コロちゃんです。さらに悪魔がやってくると人々は顔を隠し、蜘蛛の子散らすように分かれると記されていたそうです。皆さん、この意味分かりますでしょうか。マスクをしてソーシャルディスタンス、誰かがくしゃみや咳をしたら蜘蛛の子散らすように離れる、まさに予言的中していますよね。中山さん曰く、聖徳太子はこの疫病の登場は神々からの警告であると私たちに知らせている。本当の悪魔は人間の中に潜む悪心のことを指し、聖徳太子はこの人間の悪心の暴走にも警告していると言っていました。あと、終末悪鬼は人間の中からいずるという項目があるんですが、そこにはこのようなことが書かれていました。聖徳太子の予言の中で極めて重要なのは、クハンダという悪魔がやってくるとの表現で、疫病が蔓延する現在を言い当てていることですと書かれています。私たちはコロちゃん騒動の最中、とても不便な生活を強いられました。この騒動によって生活を壊され、収入が減った人や仕事がなくなった人もいたと思います。様々な同調圧力の中、自分の心を押し殺し、かなり不便でストレスフルな生活を送ることになりました。その我慢の生活が引き金となり、人間の中から悪鬼が出てくると予言しているそうなんですね。そして聖徳太子は、そこから人間同士の奪い合いが始まると戦争や食糧難を連想させるような警告をしているそうです。中山さんは、今の社会のように建前だけの綺麗事を優先し、本音を隠して生きることは悪魔を入り込ませるだけではなく、悪魔を潜伏させ、
育てていることになるのではないかと言っています。確かに闇というのは私たちの心の隙間に入り込んできます。それはいわゆるネガティブな感情を抱いた時、つまり自分の魂からずれた時です。そのずれた隙間に闇や悪魔は入り込んできます。だから闇の連中は私たちにストレスを与えたり、不安や恐怖を煽るような情報をメディアを使って流すんですね。で、その情報に私たちはまんまと踊らされて右往左往しているわけですが、その陰の極みが今ということです。人間同士の奪い合いが始まる、これは最悪のシナリオですと中山さんは言っています。今後本当に戦争や食糧難が来て私たちは奪い合いを始めるのでしょうか。しかし話はここでは終わらず、聖徳太子は私たちに解決策も残してくれています。それが先ほどの未然期です。あらゆる価値観を受け入れて融合してきた日本人の根底に流れている柔らぎの精神がいかに重要かということを私たちに伝えてくれています。柔らぎの精神とは白鳥哲監督が言う大和心と一緒だと思います。聖徳太子の予言は私たちに起こるべくして起こることを伝え、それに対する人類の在り方や人としての真の生き方を教えてくれています。聖徳太子も終末論的な予言をしていますが、それと同時に解決策を示してくれています。解決策を通じて人々が自分の在り方や生き方に意識が向くようにしてくれています。今いろんな予言が出ていますが、隕石が落ちる、大地震が来る、ポールシフトが起こると怯えているだけではなく、この予言の中に隠れている真の意味を受け取らないと全く意味がないんです。つまりこの予言の中には世の中を好転させる知恵や英知が隠されているということなんですね。なのでたとえ何も起こらなくても、何も起こらなくてよかったねとまた元の生活に戻ってはいけないということなんです。私たちはこれまでたくさんの大きな災害を経験してきましたが、結局全然学んでいません。今だけ金だけ自分だけというあり方をやめず、金儲けのために森林伐採を繰り返し、地球を怪我し破壊してきました。数々の終末論はこの止まらない地球破壊が原因だと私は思っています。人類は金儲けのために散々地球を破壊して、そして最終的にはその地球に排除され消えていくなんて、本当人類はバカですよね。そこにいち早く気づいて地球の修復作業を頑張っている人たちも増えてきましたが、まだまだ大多数の人間が自覚もなく地球汚染を続けています。すべての元凶はここにあると私は思っているんですが、私たちが今すぐやめなければいけないことは地球汚染、地球破壊です。ここに一人一人が気づかないと最悪のシナリオはどんどん進んでいくと思います。このように予言というのはただ当たった外れたの世界ではないんですね。未来をよりよく改善していくための英知のようなものだと思います。最悪のシナリオが少しでも軽減されるように、私たちはどう意識を変え行動を変えていったらいいのか。予言というのは一旦立ち止まって方向転換するためのストッパーのようにも感じます。今回はたくさんある情報の中から聖徳太子が予言する人類滅亡の危機に焦点を当ててみました。他にも中山さんが臨死体験で見てきたこと、体験したことがまだまだあります。で、私が特にワクワクした話は、臨死体験中に他の星に転生してその星で1万年過ごしたという信じられないような本当の話です。詳しくは神社チャンネルの動画を見てほしいんですが、とにかく臨死体験中に違う星に転生してしまったそうです。つまりその星でちゃんと生まれて、そして1万年生きて、最後は実際死まで体験したということなんですね。ただそれ以外の個人的な記憶はほとんどないそうですが、生まれた時の体験と死んだ時の体験は割と覚えていたそうです。で、ただ一つだけ覚えていた個人的な記憶があって、
それはその星での仕事のことです。どうやら植物を栽培していたようなんですが、その植物を核で汚染された星に出荷するという工場のようなところで仕事をしていた記憶はあるそうです。で、この星で栽培していた植物というのが実は朝だったと後々気づくことになるんですね。ここもとても興味深い内容だったので、詳しくは本や動画をご覧ください。あと面白いのが、その星の建物が全部動いていたと言っていました。建物も食べ物も動いていたということですが、どんな風に動いていたのか想像がつきません。そして動物もいたし、植物もあったそうです。で、様々な星や次元からやってきた人たちがその星で会食をしていたそうなんですね。で、何をしていたかというと、自分たちの星を守るための知恵を共有するために評議会や惑星会合が開かれていたということなんですね。よく宇宙くんの手紙の翔太さんが宇宙会議に参加してきたという話をしてくれますが、やっぱり本当にあるんですね。中山さん曰く、そこには私たちの想像をはるかに超えた宇宙人類社会があったそうです。ちなみに中山さんが転生した星の名前はプレアデス星団アルシオーネだったということが後に判明したそうです。今回もほんのほんの一部をご紹介させていただきましたが、この中山康直さん、いつかトゥーランド Vlog さんや直木マンションさんに出るんじゃないかなと密かに思っています。中山さんは銀河のマヤの宇佐美博さんともお知り合いのようで、今度2人でイベントをされるそうです。もう本当にあちこちつながっていてびっくりしますが、もう一度中山さんにお会いしたいので私も遊びに行く予定です。こちらのイベントは6月1日神戸で開催されます。概要欄に URL を貼っておきますので、惹かれる方はぜひ参加してください。はい、ということで今回は以上となります。今回の動画が少しでも役に立った、面白かったという方はチャンネル登録、いいねボタン、コメントもよろしくお願いします。では本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。